はい、どうも不明だよです。今回ですけど、アクアのね、スキルレベル1でコイン稼ぎを、していきました。で、まあ、あのね、何回かプレイして、まあ、大体スキル1で平均3000枚ぐらい稼げるかな、というところで、まあ、スキル1はね、そこまで強くないかなと。まあ、強いは強いんですけども、まあ、もう、多分スキル2、3からもうちょっと強くなるかなと、平均的にね、稼げるようになってくるかな、という感じが、いたします。はい。でちょっとね、効果時間がね短すぎるっていうのがあって、アクアがねあまりにも少ないとですね、安定しないですね。やはりこの2回このブリザガっていうんですか、これが安定しないですよね。だいたいこの各スキル、スキル発動して、まあ、アクア消して、まあ、シャドウ消した分だけ、ね、ゲージが溜まってくんですけども、下に。まあ、それのね、溜まりがですね、なかなかうまく溜めれないという現象が、まあ、起きやすいと。で、もうちょっと上がると、そこがね、安定して毎回というか、まあ、2回発動して、まあ、もう、なんだ、ブリザガが発動できるみたいな、ね、感じなので、まあ、ちょっとスキル1だとね、安定しないっていうところがちょっと弱いかなと思います。そこがね、安定すれば、多分、この、なんだ、スキル1でのコイン稼ぎもですね、もっともっと安定してくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっとそこの安定性ですね。はい。で、一応スキルレベルごとにですね、シャドウを消す数が、まあ、決まっててっていうのはゲージの反映がね、まあ、ちょっと増えていってしまうんですけども、まあ、それはね、まあ、効果時間と比例して伸びていくので、まあ、特に弱体化してるわけではなくて、まあ、単純にね、ブリザガの連発を多分調整するために、こういう調整が入ってると思うんですけども、はい、一応まあそんな感じですね。で、まあ、ワンプレイ目がね、まあ、3100枚ぐらいですね。はい。このアクアはめちゃくちゃかっこいいですよね。かっこよくて、まあ、低スキルはかなり強い、まあ、ツムで、まあ、ボイス付きでね、まあ、皆さん結構好きなツムなんじゃないかなと思いますけども、まあ、スキルマンになるとそこまでなんですよね。自分最高7000とか8000ぐらい行ったことありますけど、まあ、7000、8000稼げるツムって、まあ、ザラにいるじゃないですか。なんで、まあ、まあ、みたいな感じですね。おお、タイムオフに行こう。おい、37。これやっぱさ、消去数も爽快感あっていいっすよね。アクア消すと、まああんな感じで大消去しますし、で、かつ、この下のゲージですね、3つ溜まると、今もう3つ溜まりましたけど、これでもう大体30消去以上。いい時36とか、それぐらい消えますし、やっぱ爽快でね、楽しいっすよね。使ってて楽しい。まあ、ただ、めちゃくちゃ強いかというと、そうではないっていうところがね、まあ、残念なポイントではあるんですけども。まあ、今回、まあ、始めたばかりの方で、引いた方も結構いると思うので、このね、まあ、ツムは低スキルでかなり使いやすいツムなので、はい。いやー、さっきのところ、あれだね、こう全部いけば、全消去くらいいけたんじゃないかなと思うんですけど、そこをやっていけば多分、もうちょっとコイン増えたんじゃないかな。多分つなげたかったんだけど離れてしまったみたいな感じかな、あれは。一応ね、この3チェーンで消していってね、タイムボムもね一応狙えたりもするので、スキル中にね、まあ、消去範囲はねだいぶ多いので、まあ、隅っちょで3チェーンすると、まあ、タイムボム狙えるかなみたいな感じです。まあ、そもそもね、アクアがめちゃくちゃいる時といない時の差が激しすぎるんで、その調整はね難しいんですけれども、はい、そうですね。でちょっとね、使い方解説すると、まあ、やっぱりスキル中のスキル
キル中のなんだスキル中のなんだ、やっぱこれ2プレイ終わっちゃう。ちょっと待って戻しますか。スキル中の消し方がやっぱり重要で、アクアがいなくて迷ってしまって何も消せなかったっていうことがまあ多々あるんじゃないかなと皆さん使っていて、まあ、そのねことがもったいなくて、もしなければもうね、まあ、基本的にもうシャドウをはい、まあ、9チェーンとか9チェーンから14チェーンぐらいをザーッと消して、まあ、ボムキャンしてっていうのがいいと思います。でスキル発動中は、まあ、なるべくねボムキャンで、まあ、進めていくと効率がいいんじゃないかなと思います。ただボムキャンするとね確かコインが、ね、ちょっとマイナスかかってしまうのでそこはあれなんですけども、まあ、スキル1だとね、まあ、そんな余裕はないので効果時間的に、まあ、基本的にまあちょっとボムがあればボムキャンで、やっていくのがおすすめかなと思います。おい、いいですね。はい、いや迷ってますね。いや自分でこの後から見たプレイを見てもあなんかちょっと迷ってるなーっていう感があるので、はい、うん、やっぱスキル1はねちょっと短すぎるんで効果時間がね難しいと思うんですけども、まあ、スキル1なんかはね効果時間めちゃくちゃ長いんで、まあ、そこはね存分に遊べるんじゃないかなと。このね2種類になって、まあ、シャドウを消すねスキルを、すごい堪能できると思うんで、まあスキルマはスキルマでね、すごく楽しいツムになってますのでね、はい、まあ、今回スキルマ作った方はご堪能してください。すごい楽しいっすよ。ちなみにねこれワンプレイのね時間はね2分半ぐらいですね。スキル1で2分半ぐらいなんで、まあ本当にね時間効率はめちゃくちゃいいっす。時間効率がめちゃくちゃいい、そこがいいっすね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、スキルレベル1のねアクアを、使ってみましたけども、そうだね、まあまたアクアに関しては復活してくると思います。まあ多分来年もねキングダムハーツの、まあ、ツムが新登場すると思いますので、まあ、その時にまた復活すると思うんでね、その時はまた別のスキルレベルとか、まあ、またスキルマンのね動画とかもね上げていきたいなと思ってますので、お楽しみにしていてください。はい、まあ、そんな感じで、今回はアクアのねスキルレベル1の、動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いいたします。それではバイ。喜びが